こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、古藤積氏の後継者ついに現る。古藤積氏の後継者がついに現れたらしい。その方はナルコレプシーという名前でツイッターやインスタで活動してるみたいっちゃん。でもなぜナルコレプシー氏が古藤積氏の後継者と言われているのか、イラストがあまりにも似てるっちゃが。ではどのくらい似てるのかちょっと見てみて。左がナルコレプシー氏で右が古藤積氏。左がナルコレプシー氏で右が古藤積氏。すごくないこの似方。確かに古藤積氏のイラストってうまいけどどこでもありそうなイラストやん。そして同じくナルコレプシー氏もうまいけどどこにでもありそうなイラスト。でもうまいけどどこでもありそうなイラストなのに激似じゃない？ネットでもね、受け継がれる意思とか生命の進化みたいとか、中身同じ人じゃねとか、古藤積先生は逃げてから行方不明やね。その代わりそっくりなナルコレプシー先生が同時期に現れたという声が上がってるっちゃん。みんな疑ってると。そりゃ疑うよね、ここまで似てるっちゃもん。しかもね、このナルコレプシー氏のツイッター、フォロワーがたった410人しかおらんのに、なぜかトップコートのキービジュアルを書いているという不可思議な状況が生まれてるっちゃんね。たった410人しかフォロワーがおらんし、いいねとかリツイートもね、そんなされてないという。そんな人がなぜかトップコートのキービジュアルを書いている。なんとも懐疑的になってしまうよねこれ。もしかしてナルコレプシー氏、中身古藤積氏。まあもしもね、ナルコレプシー氏が古藤積氏じゃないのなら、一イラストレーターとして頑張ってほしい、応援するよ。でももしも中身が古藤積氏なら、物議を醸すかもしれんよね。何せ古藤積氏雲隠れしてるっちゃもん。でもやっぱりそういった意味でナルコレプシー氏が古藤積氏じゃないと信じたい。まあ古藤積氏は今も雲隠れしてるけども、ちゃんと表舞台に出てきてすっきりさせた方がいいと思うよ。何度も言うけどね、今も古藤積氏のトレパク疑惑による検証続いてるけんね。これは収めるには出てきてすっきりさせんといかんちゃないとかなと思いまんもす。このままだとずっと続くばい。それにしてもナルコレプシー氏と古藤積氏のイラスト、クリソツすぎやね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。